シフォーモータースからのお知らせです。新しいチャンネル隊長のグッズが発売となりました。こちらの4枚1セットのシフォーモータースステッカーと、こちらのシフォーモータースマフラータオルです。受注生産となりますので、ご購入検討されている方は期間内のご予約をお願いします。それでは本編動画どうぞ。どうも、チャンネル隊長の隊長です。面白さレッドボーン。はい、ということで今嫁のガンプラ部屋にいます。まあこの前ね、作って嫁すごい喜んでくれたじゃないですかね。これからプラモデル作るぞと言っとったんですが、早速なんですけど改良します。ポン。あ、皆さんこちらの動画は覚えてますか？おお、やば。いや、すごいちゃんと安定してるね。はい、昇降デスクをね、以前編集部屋で使ってたんですけど、前回動画見てもらえば分かると思うんですけど、今回でも机変わりました。私 L 字デスクにね、であれが浮いちゃってるんですよ今。なんであれをちょっとここに持ってこうかなと思います。で、今日はね、嫁今出かけてんすわ。っていうかこの服では、チャック入ってた、チャック入ってた、やべえ。え、でも取り出すの面倒だからもう一回モザイクかけて、ポン。この服見てちょっとお察しかどうかわかんないっていうか、まあ体調いつも同じ服なんだけど、今日はい、ザクリッパーのね、嫁がいないうちに塗装する動画の、はい、乾燥させる間に撮っております。はい、そうです、日本撮りです。まあ嫁まだ帰ってこないんで、まあ嫁がね帰ってくるまでにちょっとこれ全部変えておいて、ちょっと嫁を驚かしてやろうかなと思います。はい、それでは行くぞ。どかします。まずはどかします。こちらが土台です。めっちゃ重たい。ここが伸びてくね、足がこの中に何重も入ってて、ウィーンと伸びてくる。はい、そういう感じですね。どっちが前どっちが後ろだ、これ。よいしょよいしょ。ちょっと出るな、ちょっと出るなこれ。あらちょっと足出るなこれ。カットいって、こっちキツキツにやっちゃうとダメよと。次は天板を持ってきます。よいしょ、よいしょ、天板です。つけていきます。よいしょ、ううしんどいな。あ、そうだ、これ高さ変えれるんでしたね。天才だな、記載あるあるだなこれ。そうだよ、この机は昇降式だった。いきます。すげえ。できました。いや、いいね。さっきまでのさ、机と比べてやっぱりかなり大きいんで、物がね、こうさっきと同じね、物積んでんだけど全然開放的。うん、すごくいいですね。おまけにこうやって上がることによって、プラモデル作る時とかってさ、すごい手元のこの目線ぐらいでさ、作業したくなることはあるよね。それがもう可能でございます。こうでしょ、こうでしょ、こうでも、これこうっていう風にできる。いや、これはね、いいぞ、多分。まだやってないから何とも言えないんだけど、なんかすごく作業しやすそうですね。まあ、というわけで、まあ、今日ね、ただ机を置いただけっていう風になっちゃうのは寂しいので、他にもちょっといろいろとね、やっていこうかなと思います。どのように変わったかはですね、ぜひ皆さん、嫁と同じタイミングでね、見ていただきたい。というわけで、カメラを止めて、ひたすら頑張ります。
あ、いかん、ダメだ。もう塗料乾いたんだ。ちょっと待って。次、車だ。次は車です。はい。じゃあ、ちょっと、ペンキ塗ってくるよ。どう奥さん、こんばんは。今間が空いてちょっとごめんなさいね。奥さん、こんばんは。こんばんは。はい、立て続け失礼しますよ。ボロボロの状態で動画出るのやだよ。すみません、あの前回のザ・クリッパーのね、終わりのまだありますよの、はい、ありますよのやつです。ありますよのやつです。はい、まあちょっと中ご覧ください。いいですか。はい。え、でもこの部屋ってもう完成したじゃん、ね、一回。まあそうなんですよ、一回あの完成した。しかもまだプランも作ってないよね、一回も。そうだよ。だけど改良しちゃいました。マジか、はい、じゃあ行きますよ。はい、行きます。はーい、いた、どーん。あ、え、あ、え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 、来てる。はい、来てます。はい、もう全部ポージングしました、これ。おお、はい、ホビージャパン。いつも重ね取ったホビージャパンをちゃんと棚にしまって、いつも見れるようにしました。これ順番じゃないけど、順番後でやってください。ちょっと、あと、あれですよ、大事なとこ変わってますよ。机見てください。これはほら、前までさ、前の家だとこれ、編集のさ、パソコンで使っとったじゃん。うん、でもほら、変わったじゃん、机。変わったね。この子がずっと遊んでたんで、この部屋まで持ってきました。プロモードはさ、うん、これぐらいの距離でやりたいんだよね。あー、やっぱりだと思った。腕が疲れるんだって。普通のさ、うん、テーブルの高さってさ、こうなるやん。あー、そんなぐらいの高さですね。こうなるやん。こうできる。もっと高くできるよ。こうできる。もうこうできる。おできる、こうできるね。これめっちゃ赤取るやろ、これ。これはいい。この椅子のこっちの高さが限界じゃん。うん、だからテーブルの方で変えれるのはいいね、うん、ちょっと高めにしておきたいよね。神ですわ。ありがとうございます。あとハロがここにあの座れるのがいい。そう、これハロスタンドです。座りがいいね、ハロ。そう、ハロスタンドちょうどいいね。最高だね。ランナーいっぱい立てれる。いっぱい立てれるよ、これ。やったー。いや、これは嬉しい。すぐ見える場所にあるといいね、やっぱガンプラはね。テンション上がってくるね。なんか配置もいい感じにしてくれたね。いいでしょう。特にこの一番上の階、かっこよくない、これ。やばい、神やと思う。てか、俺が塗装したやつ上手くね、これ。ザリガニ。ザリガニじゃない。ザリガニじゃない。キベレ倒れてくるんだけど。あー、キベレちょ、これ見てよ、これ同じ144分の1サイズでしょ、これ。おかしいってね、ガンダムペヨペね、親子じゃん。いや、おかしいって。サイズがおかしいよね。はぁ、でっか、でっか。言動坊主やめん。信じ
ガンプラを組む。出なければ帰る。そんなの無理だよ、父さん。PG を組め。そんなのいきなり俺でも組めないよ。エヴァ1個も作っとらんのに。エヴァ1個も作ってないよね。エヴァあるんだけどな。エヴァのプラもあるよ、いっぱいうちに。え、待って、時計なんかめっちゃ可愛い。こちら、ちょうどね、今日届きました。視聴者さんからのプレゼントでございます。ありがとうございます。ね、いつでもこれ時間を確認できる。時間を確認、時間を確認できる。あ、時間ね。いつでもここで時間を確認できる。好きやらばガンダムだな。最近ちょっと耳悪いの。ちょっと耳悪いよ、ちょっと。耳が悪いのか、体調の滑舌が悪いのか、どっちだろうね。どっちもかもな。どっちもだね。まあ、というわけでね、はい、今回も勝手にお部屋を改造してしまいました。いやー、ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。めっちゃ笑顔やん。いや、もう早くここでプランを組みたくて仕方がないもん、今。頑張ってください。はい。欲しいグッズ、ちなみに欲しい、うん、5。おお、早い。5、ありがとうございます。はい。